武豊騎手、桜花賞、皐月賞の騎乗馬が決まる。桜花賞に新山記念の勝ち馬ライトクォンタム、皐月賞に共同通信杯2着のタッチウッド、ソースはサンスポー、いずれも武幸四郎調教師が今日明らかにしたそうです。今週のチューリップ賞にモズメイメイ、まさかモズメイメイが勝ちでもしたらなんて、まあ余計な心配をしたんですけども、さすがに幸四郎調教師だし無理やりルメールもないよなと思ったんですが、そのライトクォンタムですが、新山記念後は放牧に出て現時点ではまだ帰休していないようですが、あの黒ひょうなような強そうな馬で安城武豊、桜花賞がますます楽しみになってきました。昨年はドーデュースという普遍のパートナーがいましたが、今年は牝馬はライトクォンタムやモズメイメイなどが候補がいましたが、ボバが全く決まらず、期待していたフリームファクシュはレーンだということで、まあ弥生のゴッドファーザーにかけるのかなと思いきや、両方とも今週末のトライアルにかぶせるように発表してきました、ね、タッチウッド初戦はムーアでしたね。前走はバシロ騎手、本番は調教にも乗ってる浜中騎手って聞いてたんで、まあ武豊騎手に決まったのは良かったですね。共同通信杯組は過去10年で5勝、ここ2年はエフフォーリア、ジオグリフと2連勝してますね。共同通信杯2着馬もジオグリフ、ドラメントと皐月賞に勝ってもらいますね。まあ、春の競馬がますます面白くなってきました。武豊騎手、今週は阪神5クラ、中山4クラ、まあ想定の段階なんで、まあもう少し増えるといいんですけどね。ただモズメイメイ、アーティッド、ファンヒル、タス、サトノギベオンなど、まあ勝てるんじゃないかな級の馬に乗るんで、今週は楽しみです。それではまた金曜日あたり。